でです堺ですさあ行きましょうか質問芸大入試合格発表までの1週間ありますがそういった期間を先生方はどうお過ごしだったのでしょうかはいこれ芸大発表の1週間前に質問が3月のじゃ <laughs> 上旬にもらった <laughs> はい。 10日頃とかもうちょっと前か、はい、3月の最初の頃ぐらいにもらった質問ですね、はい、これはそうですあの今僕ら T シャツ着てるんですが今の今7月ですすいません1一学期が終わったところで夏、ね、季、ねはい、講習っていう夏季講習ってごめんなさいずれてしまいましてすいません <laughs> これは自分が受験生の時の話ですかねそうじゃないですかお過ごしだったって言ってるからそうです、ねうん、過去どうだったか ももうね何にも手に手つかなかなったです僕はあんな苦しい思いしたくないな本当なんかね、うん、でも人によってなんですけど、うん、その最後の実技試験が終わった瞬間に旅行とかパーッと行っちゃって合格発表も見に来ないみたいな,、うん、なんか誰かに頼んでえマジで確認しといてみたいな、うんうん、そういうやつとかいてちょっと羨ましかったですね 何そのアクティブ <laughs> そうもうでも、うん、別にその発表までの期間をどう過ごすかによって結果は変わらないので、うんうん、終わっちゃったらもう別にその,そ,のそのこと考えてたってしょうがないわけですよね。だから <laughs> その例えば、まあ、デザイン科の場合は最後の試験が立体なんですけど。うん 立体の前の日とかまではめちゃくちゃ考えてるわけですよ明日の準備はこれでとかこういう課題が出たらどうしようかとか忘れ物のないようにみたいなそうですねで終わったらもう,、うん、もう忘れて遊ぼうとか、うん、で本当はいいはずなんだけど、うん、なかなかさっき言ったようにその旅行行っちゃうとかパッと切り替えちゃうってことが。うん できる人も少なかったような気がしますね僕だけじゃなくて <laughs> 僕も割と気になっちゃってましたけど気になりますよ、うん、すごい気になっちゃってで同じ立場の人間友達と3人ぐらいで、うん、なんかずっとそのこと話しちゃったりとか <laughs> <laughs> とどんなのやったとかさなんか俺こんなのやったんだよちょっとまずいかもとか<ー>でもう片方が。うん えいや大丈夫だよとかなんか <laughs> 意味わかんない励まし合いとかしててでもうそんなことしても何の結果も変わらないのに忘れてパーッと遊べばいいのにまあできなかったですね僕は人人いい、うん、遊ぶ遊ぶ友達がいなかったな同じ予備校とかに1人いやまあ人人いないですかいやーその同級生その時多分誰も受かってないから一次試験あそういうことかうーん なんかこう、一時受かった人の友達がいなかったってことですかなんかもうすでに決まっちゃってるというか昔のでもその一時試験の倍率ってさ、うん、そのちょっと今より倍率高いので、うん、10倍ぐらいありましたからねああそうでしたか、うん、あぶえ油そんなもんだったな、うんだ僕らはね、うん、一時が8倍ぐらいだったんですよ <laughs>、はい、だからまあ8人にしてるんですよね <laughs>、はい ごそっといなくなるんですよだから一時でやっぱりその周りの友達が消えるんですよね <laughs> 消えちゃうんですよ結構消えちゃうんですよだからなかなかそうですねでもまあ少しいましたけど喋れる友達は <うん S 2> いやーいなかったなそうですかじーっとしてましたじーっと本当 <うん S 1> ねずーっと考えちゃってねどうしようもなかったですねあ <ー S 1> あすればよかったこう <laughs> すればよかったとか <laughs> 今から直したいとか無理なのにそういうほんとんかぐるんぐるんしますよねぐるんぐるん本当にそんなしょうもなかったですね体は全く動かないけど頭がぐる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 回ってましたもんねまあこれなんかいても立ってもいられないっていうねうにんかこう言ってますけどそうですよねまあそれすごい分かりますよ そうですよね。うん、あれは本当なんか？今2時最後の最初発表ってなんか昼ぐらいでしたっけ？はい、<間>そうですね。なんか昔時間遅くなかったでしたか、うん、？3時ぐらいじゃなかった。そうでしたっけ？何3時ぐらいだったかな？なんか遅い時間でそん,そんぐらいだった気もしますね。そのなんていうか、もう耐えられないから、前の日ちょっともう徹夜とかしようみたいな感じでそう。そうだ 遅くの明け方、寝たんですけど2時間ぐらいでパッと目が覚めちゃって <laughs> <laughs> もう全然でしたよ、睡眠もままならないみたいな、うん、あんなもう昼まで寝とこうって思ったのに、うん、寝てらんないですよね、寝てらんない。もう当日なんかもう吐きそうになってましたからね、あんなプレッシャー、本当きしんどかったし。うん 合格発表見に行く日もすごいもうあのなんかおかしな状態でしたね、うん、おかしな状態、うん、あの今ってネットとかで見れるんでしょ、はい、だけど、まあ、昔現場行かなきゃいけないので僕が神奈川なんで、うん、上野まで行くのにまあ1時間半近くあのまあ神奈川のちょっと奥さんで結構かかるんですよはい、はい、でそれをこう自分一人で行くんですけど、うん なんかそのその道その道中でなんか意識がなくなるっていうか本当にそんな感じでしたねあれもう本当あの上野に近づくにつれて本当にこう心臓が本当にやばかったあれはもう本当にちょっと無尿病みたいなね感じこうほとんどの人が落ちてる人であの。 芸大って合格袋あるじゃないですかあれ持ってるやつがいるんですよねまたああいるみたいないやあって思って上野の門近づいたらもうその同じ予備校の同い年のやつが持ってるん見えたんですか見えちゃってもうぐワてああもうみたいななんか。 僕もね、いろいろ電車を長いこと乗ってで、上野に着いてそこまではまあまあ、まだ意識があるんですよ。意識がある。上野の駅の公園口から上野公園を歩いて下田まで結構歩きますよね、1分以上ぐらい。あれが本当にやくてあそこでね、本当なんかこう、僕はそのすれ違う人たちがなんかどこに誰がいるかわかんないぐらいなんか意識が飛んでて。 だ本当なんかこう、なんか真っ白い世界の中を歩いてる感じなんですよ。だから誰かが鞄あの、うん、合格袋を持ってすれ違っても僕分からないらあそう、もうお腹痛い時の風景だそ、うん、そうそう,そう,そう,そうですそうです、す、うん。なんかもう船酔いしてるみたいなこう夢の中でまっすぐ歩けてますか <laughs>、うん、みたいな感じのフラフラした状態ですドラマに出てくる、うん、シーンみたいなもうこんな夜夜夜夜目半目で。 そんな感じでなんとかふらふらしながら家戸 <laughs> <あ>までたどり着いたって感じで、うん、本当にあれはもうやばかったですねいやあれこれ前にも話したら多分これは、うん、あの遠くから見えちゃうんで番号あ,あ。か、う、ら、ん、も,もうこう,こうやって隠して門からへ<ー>でこうやって行って<ー>パ,ッパッて見た時に「あない!」って思ったら建築家だったんですよ、うん、そこが。 あ、そうなんだえあっって思ったあ建築だってそれで他のとこ見たらあったあそうなんだえそんなことがあったんだあれはほんとバカだなあ僕もねちょっとエピソードあって最後受かった年なんですけど雨の日だったんですよで、傘さしてう傘さしてこう入ってったらみんな傘さしてるから こう発表版のなんか下の方行くと結構傘で少し隠れて見えなかったんですよ、うん、おお見えない見えない<ー>ドラマだうそうで上の方からこう見ていくと <laughs> <ー>ちょうど自分の番号あたりでこう傘のエリアに入っていくんですよーあーあーもう映画じゃないですかでそうですそうです <laughs> それで,こう,でこう前行かなきゃいけない <laughs>、うん、かき分けてこう入っていって、うん、そしたらその隙間にもう下の方にあったんですよ<ー>ビガーあるーと思ってでその瞬間ってなんか 結構その周りってやったーとか言ってるやついるじゃないですか見た瞬間にもうやったーって叫んでるそういう状態になるかと思ったらなんなくてどうなったんですかまずパッと見てああるって思ってだけどなんか認識できてないんですよね受かったってことにあこれはあるぞみたいななんか、あるってことはみたいなその、やったの喜びにまだ時間かかるあるみたいな感じでちょっと待てよみたいな感じで。 受験票出して見て「同じだよな」みたいな「これは俺はあるのか」みたいなんかそのまだちょっと現実が受け止められてなくてねそれまで3回落ちたわけですからないのが当たり前だもそうねあるあることがなかったあるの初めてだからあると思ってこれは終わった終わったのかってかまあ落ちてればまた浪人っていう構成したから僕はね それであるって思ってたら同じ予備校の若い学生の先生が2人ぐらい見に来てくれてたんですねそれでんか僕の姿を見て僕の番号も知ってたから確認してあるって知ってたんでしょうね待ってたんだと思うんですよで僕がこうやってぼう然としてたら向こうの方からギャーこう叫びながら2人で近づいてきてよかったねみたいな感じでみんなでわー叩とかれて。 受かったったぽい、ね、<laughs> なんか時間かかりましたね <laughs> なんかそれやったっならなかった <laughs> 現実に戻るのが <laughs> はいなんかこれ受かってるってことかみたいな,<ー>なんかやったーって言える人がちょっと羨ましかった<う>ポカーンでしたね自信はあったんですけどねいやー最叫んだんじゃないかな俺多分叫なかったな俺、あのー、全然叫べなかったですね写真部が、はいあのー、その時合格者が 合格袋取りに来くの待ってて写真撮ってるんですあ撮ってますねで芸大に入るとそれが飾られてて買ってください売ってるんですよね売ってるんですあれねあるよ家に何枚かある俺買った覚えないけどあれ多分買ったんだろう白黒の大きい写真が何枚かあるのであったあったで自分のを確認したらあの を隠しなるほど笑ってるのが恥ずかしいのかすごいこいつニヤニヤしてるみたいなニヤニヤすごいみたいな僕ねその写真僕あ合格袋持ってんかちょっと呆然としてるんですよやったっていうちょっとこんなやってるかなでもんか満面の意味じゃないですちょっとんかよかったっぽいみたいなでその両サイドに「 友達が人人いて、て、はい、とも落ちてるんですよ、えー、っていう3人の写真っていうのがあってうよくその写真入ったなぁと思ってその2人だけどその写2人 2>、うん、なんかこ,こういうなんか泣きポーズしてるんですよちょっとおどけてんですねもうそうするしかないじゃないですか <laughs> ねえんか。 いやそれや、もういや別に僕がやらせたわけじゃないんだけどあくまでテレサ界さんいやいや、なんかもう、うん、いや辛かったでしょうねでも、まあ照れ <laughs> 隠しにやったんだろうな、ね、いいですよ、うん、そんなもうそんな写真見たら俺もう本当、自分も,もうそっちの感じがあったら怒り狂ってるから一緒に撮ろうよとか僕やってないですよ <laughs>、えー、だけど、なんか入ってたええ、それはもうだめそれ。 まあの本心はしんどいけど切り替えてなんとなくその場ではそういう強がったんでしょうねいやもう震えちゃいますよそんなの落ちてたらいやあとほほみたいなね恐ろしいいやだからプレッシャーでかかったんですよねだからんかあのまあその発表までの一週 時間も<う>その寝れない日々だったし、うん、でその当日もそんな状態でもうふらふらになって発表見に行って、うん、みたいな感じなので、うん、ああいう,なんかこう状態ってそうそうないなと生きてきた中でそ,のそういうのを超えるようないやないですね、うん、ちょっとそのぐらいのあの緊張感、うん、<laughs> 味わったことないな,ないし、うん、そのなんか こう合格が決まったのに、うん、やったーにならないその時間がボカーンと空いちゃう感じというか放心<ー>状態になるみたいなのっていうのも<ー>ちょっとあの意外でしたね自分としてはこう<ー>やったーってなるかと思ったら、まあ、そこに全然ならないというかその嬉しくないわけじゃないんですよだけど今の子たちだからツイッターとかで合格しましたみたいなのをばばと書いたりするわけじゃない。 僕らの時代なかったですからねツイッターもないしね携帯もないから携帯もないからあれですよね家に電話しなきゃいけないんですよね家とか電話ボックスが芸大の門の外にあって行列してるのそこに並んでねあそこに並んでる人は受かった人なんですよえそうなんですかだいたいあのんでかというと落ちた時にそのんか「落ちました」って 家に連絡するのはちょっともう外れたところにみんな行きたいっていうかその芸大から外れてちょっと離れたところでにちょっと行かないといろんな人に会うのが嫌だからもう門の前であと並んでたら見られるじゃないですかみんなにだから割とあそこに並んでる人は受かった人が多くて全然気づかなかった気にしてなかったですか校の前にあったんですけど あありりまますす僕はあそこ混んでるからちょっと上の方に行ってきて西洋美術館前に5台ぐらい5台か3台かあってそこにガーッと列になっててみんなが「落ちました落ちました」みたいな電話しててうわ厳しいなやっぱり芸能人は使ってんだそこでだから僕はその音響の前のその1台ある電話ボックスに結構並んで時代肝心なあの でも受かったときだけですよ、それ電話したのは。落ちたときは、もうそんな急いで電話するような気にもならないから、あ、ならないる道すがら、どっかで電話すりゃいいかとか、家まで帰って落ちたよって言ってもいいかとかって感じだったんで、受かったときだけそこに並んで電話しましたね。どどんんな感じででしたた家族は母親が出すけそのまあ よかったよと、うん、普通に言ったら、うん、まあすごい喜びまして、うん、なんかた多分父もそこにいたんじゃないかと思うんですけど、うん、その電話から「買ったって」みたいな感じで、うん、言って、うん、なんかすごくその母親がまあ喜んで、うん、まあちょっとな,なんか泣いてるかなっていう感じがしたんですね。そそこでやっぱりすごくそのあ 自分は受かったんだなというのがそのやっぱじわじわ来ましたね。ああ<ー>、うん、なんかそれまではその方針状態だってさっき言ってたんだけど、自分じゃない感情に触れて、だけどそうですね、そうそうそう。うん、だからなんかその親のそういう泣いてるので、自分もらい泣きしたような気がします。へえ、ハイテンションでしたようちの家族。本当か。ああ、そうですか。<laughs> ハイテンションではなかったですね。うるさっみたいな、うん。 本当かだったんだ期待してなかったのかないや自分もちょっとむず今回難しいんじゃないかなみたいな落ちてんじゃないかなみたいな感じだったんですそう言ってたんだだからその家族としてもまあこいつどうすんだろうな浪人すんのかなみたいな感じだったんだけどあったよみたいなええうわーみたいな超うるさいハイテンションではなかったですね僕はあの その前の年まではどうだったのって言われて試験が終わった日に言われるんですよ、実家済みだから、いや失敗したみたいな感じだったんです、前の年までは。だから、落ちたという報告をしても、まあそっかって感じだったので、期待、全くはしてないわけじゃないだろうけど、予想通り落ちたっていう感じで。だけど受かった年はどうだったのって言われて。 なんか初めてできた気がするみたいななんかそんな感想だったので一応周りの人にその、うん、受かったぜ俺はと受かったと思うよとは言ってないけど、うん、ちゃんとできたよ初めて、うん、ってずっと言ってたんですよみんな、うん、だからじゃあそれはよかったわみたいな感じで言ってたんでちょっと期待してたかもしれないですねああ<ー>、うん、なるほどねいやーもうほんとあれはやっぱり嬉しかったですねまあね 親が喜ぶなんてないですからね, <laughs> ね自分の人生の中でなんかこうスポーツでどうこうとかもう全くない人生でしたからねうそう<の>確かにそうだわ親が喜ぶようなことしてこなかったですからね,ね親に怒られることばっかりしてましたからねどっちかっていうと子、うん、あの頃はね怒られて怒られて過ごしてきましたからあとなんか褒められない 教育だったのでうちは親,<ー>親から例えば学校で絵描いて褒められたよみたいなのとか見せてもすごいじゃんとかそういうことは言ってくれない親なので親もおばあちゃんも<ー>とこうそういう時に引き締めにかかってくる親なのでなそれ <laughs> 調子乗んなよみたいな言われるんですよ。とにかく褒められない、うん、褒められたことがないというかそういう育ち方だったので、うん、なんかその。 受かってまあその報告した時にまあ親がそのさっき泣いてたって言ったんですけどなんかそのよく頑張ったねみたいなよく辛抱したねみたいななんかそういうことを一言言ってくれたんですよねへえそれはちょっと泣けましたねそれは泣けるいや褒められたと思って褒められた <laughs> 褒められたいよね。<う>やっぱり人って褒められたいんだよね。あのそうなんですよ。報われたいんだよ。僕めっちゃ褒められたいんですよ。い <laughs> や僕ももう褒められたいですよ。うん、え本当にえ好きとか言ってくれるのみたいな。うん、その展示とかもやっぱりもう <laughs>、うん、褒めてほしい。そうそう余計なあの話とかいらないんで褒めてほしいですよね。<laughs> うん、<laughs> 本当に <laughs> まあ。 だめ出しも慣れてますけどね、<laughs> うん、一定数、やっぱりうがない,いますからね、はい、なんかこう、批評する人はおられますからね。はい、まあでも、いつも褒められることがないだけに、やっぱりちょっと嬉しかったですね。うん、そうです、ねうん、いやそういう過ごし方でした。そうですね、だからもう、全然平常心じゃない <laughs> <全然 S 1> です、ね。<laughs> あのなんかこう、うん、いい、良い過ごし方とかないです。 そうね、だから本当切り替えて遊べる人のあれがうらやましかったですねうら、ん、やましいその人たちがもうん、本当に切り替えてたかどうかも分かんないですし、ねうん、まあそうですね紛らしてるだけだろうけど、うん、でもそ,それをする気がしなかったもんね、うん、無理、うん、はいはい夏に答えました <laughs> あそうすいません <laughs> すいませんでしたはい今日は 以上になります。それではまた次回です。そんじゃね、さようなら。